はいどうも、バシローチャンネルです。今日はですね、この前来た前橋バッティングセンターで170キロが出るって話をしたんですけど、この前ちょっとマシンが壊れてまして、今日はしっかりと復活しております。で、これスピードがあるんですけど、130、140、155なんですよ。で、この155がこの155以上出ますと表記があるんですけど、これが実際160を余裕で超えてくるんですよね。で、たまに170いくということで、今日ちょっとこれを調整していこうかと思います。アームの右下に急速が出るんで、ちょっとそれでスピードをチェックしながらやっていこうと思います。じゃあ、いきます。155。おー、来た、170。いきなり170できましたね。177、やばいな。163。157。よし、行きましょう。はい、そのわけで今1ゲーム打ったんですけど、ボールが出る前にもう本当にこの辺までいっとかないと多分振り遅れますね。マシンがこういう感じなんで、もうこの辺の時にはもう振り出す準備をしといてぶつけていかないと多分当たらないんで、ちょっともうちょっと打ってしっかりと振り切りたいですね。振り切って打球を飛ばしたいんで、もうちょっと打ってきます。なんと、この今週の178キロでバレがぶっ飛びました。はい、というわけで、ちょっと今途中で多分バネが取れたか分かんないですけど、160後半まで出てたのが140中盤ぐらいしか出なくなったんで、ちょっとバネが飛んでしまったのかなと思います。まあ、2ゲーム打ってたんで速さは伝ったかなと思うので、皆さんももし挑戦したかったらこちらのバス線を利用してみてください。それでは今日の走りトレーは以上です。ありがとうございました。はい、というわけで4月のプレゼント企画です。まずはクォータースラッガーの KSS-P1 型のグローブ。こちらソフトボール用グローブですが、軟式でもいけると思います。ピンクのステッチとなっております。続いてこちら、タナーティ
自分が動画で使用したものの新品を準備しました。こちらをチャンネル登録のコメントで応募可能です。たくさんのご応募をお待ちしております。あーりでした。